下月ルナさんが2024年3月4日松本人志さんの性加害事件に対して新たな証言をし波紋を広げています。以下下月さんのポストです。松本人志さんの件について、私はあんな嘘だらけの記事の内容に対して許せないから書きます。私は大阪のリッツカールトンでの飲み会に参加していました。記事に書いてあったギャルっぽい AV 女優は私のことです。私は以前からタムケンさんと仲が良くて飲み会に誘っていただきました。当時私には彼氏がいたので、その話も事前にしていたし、彼氏いても全然大丈夫やし、彼氏には飲み会のことも伝えといてほしいと言ってくれてました。まず記事にタムケンさんがグラビアアイドルを飲み会に誘ったと書いてありますが、あれは違います。私の友達なので私が誘いました。事前に松本さんとの飲み会とも聞いていました。そして携帯を没収なんて言われてもないし、携帯の利用を禁止という発言なんてなかったです。私は飲み会中に当時の彼氏に大体の帰宅時間なども連絡していたし、普通に携帯を触っていたので、あとタムケンタイムなんてありませんでした。皆さんはどう思いますか？